にちは、私は永井玲と言います。普段哲学の研究をしたり、もしくは人々と哲学する場を開くことをしています。人にはよく哲学研究者とか哲学者とかいうふうに言われたりもしますが、よくわかりません。それにこういう時、哲学は何でも解決してくれるとか、哲学は何か解決策を導いてくれるんじゃないかとか、そんなことを期待されたりします。ですが今日はそういうことは多分言いません。多分哲学にもそれはできません。私は私としてまとまらない言葉をここに持ってきました。最初にここで話してほしいと電話が来た時に無理だというふうに思いました。私は哲学をしていますが、大きいことを言うことは苦手です。人前で話すことも苦手です。でもそういう人はたくさんいるんじゃないかと思います。そういう人がたくさんここに来たんじゃないかと思っています。でも電話の後に真人くんのステートメントが送られてきました。皆さんはそれを読んだと思います。そこにはこの場がウクライナ侵攻によって傷ついた人たちの寄付とサポートを呼びかける場であること、そして言葉にならない思いを持っている人が集まる場であることが書かれていました。そういう場でなら私はここで立って皆さんと考えられるというふうに思いました。ウクライナのことを考えています。ロシアのことを考えています。それぞれの国のいろいろな人たちのことを考えています。ちゃんと考えられているかも分かりません。言葉にならない思いを皆さんが抱えているかと思います。まずどういうふうに考え始めたらいいのかもよく分からず戸惑っている人がきっと集まっています。だから私はここに今日来ました。皆さんと言葉を探すために来たんだと思います。あなたにとってこの戦争とは一体何でしょうか。私にとってこの戦争とは一体何でしょうか。街を歩く人、休日出勤する人、あそこの目の前で働く人たち、車を運転する人たち、遠くの国の人たち、一人一人にとってこの戦争とは一体何でしょうか。言葉を探し続けています。今日は皆さんと集まって言葉を探したいと思います。ですが全て声を合わせたいとは思いません。真人くんのステートメントにもありました、必要なのは熱狂ではないと。私は皆さんとちゃんとバラバラになることで、でもそれで共にあるということを試みたいと思います。真っ当に苦しむことさえ許されないこの社会で、皆さんと真っ当に考え続けるということを試みたいと思います。皆さんは今どういう気持ちでこの話を聞いているでしょうか。皆さんは今何を考えているでしょうか。それぞれバラバラだと思います。熱狂ではなく、いたたまれない同調でもなく、居心地の悪い孤独でもなく、共に考えるということ、バラバラのままに考えるということ、それを今日試みたいと思います。そして静かな連帯を育みたいと思いたいと思います。今ここの
歴史というものを眼差すということをしてみたいと思います。そして見知らぬ人々、まだ見知らぬ人々に心を寄せて命を支えるということをしたいと思います。この場では寄付を募っています。すでにニュースでは寄付金が非常に多く集まっていると報道されています。ですが足りるわけがありません。それはそうです、足りるはずがありません。私たちは言葉、探し続ける言葉を持ちながら、まとまらなくてもそれでも命を支えるということをできるんだということを信じたいと思います。ここでサルトルという私のすごく好きな哲学者がいるのですが、彼が戦争とは何なのか探求した長編小説の自由への道の一節を読みたいと思います。戦争しているって言えば俺たちはみんなしているんだ。俺が手を挙げ葉巻を吸う。俺は戦争をしている。サラが男たちの狂気を呪い、パブロを腕に抱きしめる。彼女は戦争をしている。オデットがハムサンドを紙に包むとき、彼女は戦争をしている。戦争が全てを捉える、全てを拾い集める。何も逃しはしない。思考でさえも、身振りさえも。それなのに誰にも戦争は見えない。戦争は私たちの全てを捉えます。全てを人しなみにしてめちゃくちゃにします。未来をボロボロにします。サルトルはそれを書いたのかもしれません。そしてぬるりと生活に入り込みます。私もまた戦争の中に存在しているのだと思い出します。そして誰一人この戦争を始めた人さえもその戦争の全体というものは見えません。ボソボソ声でも弱々しくても何度でも言いたいと思います。戦争は嫌です。戦争に反対します。ありがとうございました。